はい、皆さんこんにちは、ケイツです。今回は前回先日ですね、タカチョウヘビを捕まえたとこに、来てます。今日は10月17日です。気温も24度ぐらいまであって、天気もこんな感じでね、快晴でヘビ日和って感じなんでね、多分今年ヘビ探しの動画最後になると思うんですけど、最後までね、よかったらお付き合い、お願いします。ういっす。こういうね、水路があって、ですぐねそばにこうやって石垣あるじゃないですか。こういうとこね、もうね季節関係なくね、まあ冬はもちろんいないですけど、まあ、春から秋ちょっと涼しくてもやっぱヘビはね、水辺付近が一番いますよ。ちょっと今日ね長靴じゃないんで、ちょっとあんまり入っていけないですけどね、茂みの中ね噛まれたらねアウトなんで、まあね、ソーマムシってねいないんですよ全然。まあいるとこはねすごいいるみたいですけどね。前回も白、おお、ほら、いたっしょ。ほらね、ほらねとか言って、まあ、たまたまなんですけど、まあ、お大将いました。早速1匹目。うぃー。もう最悪、ヘビ出んかったらこれサムネだな。7、80センチぐらい、まだヨーダ模様だけど、いい。いや、お大将もね、ほんと慣れてくると可愛いっすよ。うわ、蚊がすげえ、蚊が。最近ね、青大将を見つけるたびにね、その青大将を見つけた時の喜びが薄れてってんよ。昔と違ってさ、やっぱそれだけ青大将っていっぱいいるから。でもやっぱね、何もいなくて青大将ね、まだいてくれた方が全然いいんで、坊主よりマシっす。結構特大級の青大将とかだったらね、おっしゃーってなりますけどね、このサイズなんてね、ほんとね、年間通せばいくらでもいるんですよ。まあ、見つけることできますよ。まあ、本当出会い頭ってね感じで運ですけど、逃がしてやります。よいしょ。模様がね、マムシそっくりでしょ。これは青大将なんですけど、青大将のね、まあ、ヨーダ、まあ、子供のヘビではないと思うんですけども、7、80センチぐらいあるから、模様がほら、青大将そっくりなんです。青大将はね、マムシそっくりなんですよね。ついてく。びっくりした。したとこ。まだいた。青大将なんか特にそうですけど、桜の木とかによくよじ登って、こういう穴っぽくからね、顔出してることなんてよくあるんですよ。だから結構ね、木登ってる青大将も多いんでね、結構青大将を探してる、青大将を見つけたいって方はね、水辺とかにも行くのもちろんなんだけど、
で木とか見た方がいいです。